皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。ついに久々にあのキャラを使います。はい、あのキャラを解放してしまいます。封印が解き放たれた。はい、まあおじはるがねネタにされがちではありますが、まあ別にあれですよ、面白いキャラではあるんですよ。はい、まあおじはるはねちょっと難しいかもしれないけど、もう一点のキャラまともだったらね、まあある程度なんとかなるでしょうというわけでやっていきましょう。はい、というわけでねやっていきます。どうしようかな。火力が欲しいよね。いや火力いねえけど足は欲しいので絶対にこれでいきましょう。あ、でも取れればオジハウじゃない、イカ取りで、あ、オジハウ取りででもある。はい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 、3まで取ってもいいな。これパワス流し、パワス流しはパンダ、潰す、ウサギ、切れる、取る、オーケー、オジハウ。さあここはねもうねしっかり止めさせていただいて、待って待って待って、問題が発生したぞ。あ、でもちびくに一体どうした、えらっ。こっからですよ、オジハウなんで。睡眠とかね入れてくれたらね神なんだけどね、入れてくれないと何事もなくスッて終わってしまうんで、ここはねパンダでわざと剣士一体止めるじゃないですか。でロボガを寄せるんですよ。来いロボガ、上に来い、まだ時間あるからね。うわー、それはね聞いてない。ちょっとはい、切れて切れて切れないんだけど、こいつ何やってんの、え、なんで。はい、切れる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 、あ、崩壊者出た。あ、いらなかった俺。パンダは出す。あ、スキル封印入った、チャンスじゃない、これ一回行こう。うさぎ下、本当はあんま行きたくない、でも行くしかない、痛い、うさぎ切れない、まだある、全然まだあるよ、全然まだあるよ。ちょっと待って、ちょっと待って、俺今気づいたことあるんだけど、いい子言っていい？いや、いいんだよ、別に。悪くないよ。悪くないんだけどさ、相手の札、キャラゲーのゴンゲすぎるだろ。いや、まあ、いや、俺も強かった、札。俺も札超強いわ。人のこと言えねえ。俺も人のこと言えない札だった。このまま行こう。勝てるよ勝てるよ、全然あるよ、全然ある全然ある、プリンセス2体いってるし、入ってく。ちょっとね、びっくりした、パワー豪快パワーと、まあバルキリーはあれだけど、豪快パワーとちびくりやったな、もう流行りの流行りだな。はい、それではね、2戦目やっていきましょうか。2戦目、オジハウ実は金フレーム持ってるんですよ。前に頑張っとったことがあって、底力7、団子ほぼゼロでアビさん作ってやった記憶があるんですよね。で、まあ、今現状は底力9までやって、 HP だけ団子フルで、攻撃力と防御力が団子ゼロだった気がします。足欲しいな、本当は火力も欲しかったんですけど、まあ、ちびぐりで妥協しますか。これ配置ひどいですね、正直。これ取り手いらないな、これはね取らない方がいいかも、取り手。あ、牙いいねいいね、じゃあもう取らないです、取り手取らせましょう。ヌボでね狙えるんですけど、取らせるじゃないと、これガタガタしすぎてオジハウもイカも戦えないんで。はい、こんな感じで行きましょうか。こんな感じで、さあ、まさかのいきなり変なキャラ来る。はい、いないネバー入る、成功だね、いないネバー。オッケーオッケー、じゃあゴス出して、こうスライム分裂させます。
後ろに胸するするね。オッケーオッケー。これでスライムの数増やして、オッケーオッケー、いいよいいよ。で、イカ出して、なるほど。ゴス止めてあげて、オッケーオッケー。では、もうイカゴスでやりましょうか。イカゴスでやりきりたいですね。牙がまだ残ってるんですけど、さあ、レードルあと1本。ヌボ行こうか、一体。さあ、このヌボないんだすかな、相手。痛い、それ。あ、ラスト来た。流したとこでなんだよな、これ。流しても見れるキャラが正直いないので、こうスキルのタイミングでゴス切って消えてもらって、チビグリ出して、チビグリに行って、はい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 。倒して、ヌボヌボ。もう2体いっちゃいます、これ。食らうんですけどね。しゃない。回復繰り返して、ヌボの回復繰り返して、ヌボ3行くわ。はい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 。というわけで、スライム？あ、もういらんかったね。チビグリ？もうヌボボレーシャできてるもんね。さあ、裏技使うとこなかったな、全然。というわけで、完勝ですね。いや、イカが頑張ったな、だいぶ。オジハウはなんかもう無視されたけど。サタガンにオジハウ無視されてた。はい、というわけで、完勝です。ありがとうございます。はい、頑張りましょう。3戦目。オジハウクラーケン。なんか、頑張ってるように見えるかもしれないですけど、多分頑張ってるのクラーケンなんですよね。あ、まあ、なんでもないです。はい、やっていきましょう。おじさんハウスがね、まあ、頑張ってくれますよ。きっと。まあ、砦の配置が本当に大事になりますんで、しっかりね、砦を取れるキャラ引きたいなと思います。砦を取れるキャラプラス、火力プラス、迎撃って引けると、もう完璧なんですが、惜しいな、これ。別に行ってもよかったかな、最悪。足は絶対に欲しい。いや、これ火力なさすぎるんで回しますね。ごめんなさい。回します。ないか。一直線であれ。取りたい、これ。取りで。ぬぼいたら。ただね、足かぶりだったんでね。取れたらラッキーぐらい。狙います。欲しいです、それで、これ。はい。取れる、これ。でか、これ。これはね、でかい。倒して。OK。で、レドが、いや、まさかのブルード。それはね、あかん。もうカエルサーモン行きました。倒しました。はい。死んだ。なんか死んでる。もういらんとこで。こう行くからな。あいつをどうするか。まあ見るんだけど。とりあえず一致団結。で、これでブルード何体言ってた？危ね。危ねと思ったけど。その、いらないとこで。飛ぶな、お前。これもう無理ですね、鳥で。寄ってくるよね、そうだよね。ヒューローラ、一回行きます。あれも無視したい。でも鳥で守れない。鳥で守れない。もうきつい。もう鳥で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 きつい。もうきつい。もうきつい。きついですね。今ね、オジハウがきついって言われてる理由がわかるから出てきちゃいましたね。はい。ブルドって言うんですけど、状態異常効かないんですよね。さあ、ラスト行きましょう、ラスト。いや、もうやっぱね、足をちゃんと引いて、イカで攻めれる状況を作りたいですわ。今のもう足がいないからイカ出したところで引っ張られちゃってっていうシーンだったんで、あれをしっかり足引いておけば、もうちょっと早めにイカ出して、向こうにコストを使わせるっていうことができるはずなんですよ。これで行きましょう、もう。やっぱね、コストをね、使わせるってめちゃめちゃ大事なんで、受けるはね、弱いんですよね。結局一生受け続けても勝ちにつながらないっていう。行きましょうか。トントン。
打ちますか。相手が打ってくる気配ないんで、ここチャンスかもしれない。さあ、5数。取った。したらもう、おじゃ行く。はい。下は行かないか。やばいキャラ、来てんな。しかも、チビドラ2本。ガチでやばいキャラ、それ。もう死んだわ。しかも、回復。終わりだ。この世の終わりだもん、これは。なぜそんなピンポイントに引いてしまうんだ、やべえキャラを。なぜそんなにピンポイントにやべえキャラ引いちまうんだよ。求めてねえよ。求めてないんだよ、そのやべえキャラ。倒したぞ一体は。やれるか君。チビドラ UFO なんですけど、それは無理なキャラじゃないですか。勘弁してくださいよ。もうチビドラこれ出しても意味ないんだよな、ここ。もうこれ止まっちゃうんで、出したとこで。意味ないですけど、出すしかないんで、死ぬよね、そりゃね。で、サキュバス回収も無理だ、これは。とんでもねえキャラがピンポイントに出てきまくってきやがる。さあ、固めた。このタイミング、入ってんだけどダメージ。え、まだ入ってる。まだ入ってるぞ。まだある。まだチャンスある。マミーでゆっくりゆっくり縛っていけばある。お、縛った。縛ってる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 。いいよ。縛って縛って。時間稼いで。こう押さえて。こう押さえて。呪って。縛って。止めて。あ、ずれた。あの野郎。止めろ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 。勝っていく。なんで勝ったのかわからないけど、チビドラ UFO はエグすぎるて。おじはういかだぞ、こっちは。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。あと、あれも持ってないですね、激レアも。はい、まあ、それはね、そうとね、皆様に一つだけ言えることがあります。一つだけなんですけど。一つだけです。これだけ言ったらもう終わります。はい。まあ、とりあえず先にね、よかったらね、皆さんチャンネル登録と高評価の方、ぜひよろしくお願いします。というわけで、みんな、絶対に、真似しないでね。